はい、本日のワンポイントアドバイス、鰹節は世界一硬い食品としてギネスブックに掲載されているらしいです。僕の言わせねえよということでね、ロラのコラを使って鶏からマッチの方をやっていきたいと思います。腕前は S プラスの男です。はい、あ、じゃあいただきますって言ってねえ、挨拶してねえよ。挨拶のできないやつはもうあれだから、コンドームがでつけれないやつと同じだから、マジでちげえかなんかちょっとちげえ気がする、ちげえ気がする、起因が違う気がする、それ、やばいなそれは。今ちょっと受けたわ、今の自分で言って受けたわ。きつい、射程長い、なんだあれ、きついな。エスやられていってしまった。とりあえずビーコン置いて、やばい、これやばいよ。ナイスナイスナイス、やばいよ。なんならもう一回トライさせるっていうのもありだよね。多分俺も気づいてないんで、うっそ、よく気づいたなこいつ、マジか、気づきやがったか。これアイ強いんじゃねえか、もしかして。どうだ、アイ強いんじゃねえか、これもしかしたら。なんかそんな感じするぞ。これもさ、トライすんのにさ、下来ちゃダメだよね多分。ナイス、果てぶりの貴公子なんだよ。ナイス、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。これなんか難しいねこれね、今の縦振りの貴公子が外すという、ちょっとダサダサ展開やったけど、まあいいでしょ。オッケーオッケー、これトライ決まんないんじゃねこれ。あと緑だ、緑押さえれば。ああ、もう分からん、このマップが分からんな。お、いねえ、やったんじゃないこれ、やべ、いやー下手くそ、やばい、これ緑抑えに行かないとやばい。ちょちょちょ、マジかよ、負けたんじゃねこれ。緑壊滅しに行かないとダメなのこれ。やべえな、負けたやんこれ。最後どう、あ、ダメだ緑に切り取られてオレンジにやられたんじゃないこれ。くぅ、痛え、勝てたと思ったのにちょっと気抜いたな最後、やっちまったわこれ。で、緑に切り取られたことによってオレンジに塗り返されたんで、ミスったな。中盤までは完全に勝ちがもう決まったような状態だったんだけど、反省を生かしつつこの後もちょっとやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。